はいどうも、こんにちは、こんばんは、しゅぺです。今回は配信待機画面用のアニメーションフリー素材を配布しているおすすめサイトを2つ紹介していこうと思います。この動画を確認すれば、このようなかっこいい配信待機画面や、このようなおしゃれな配信待機画面が配布されているおすすめサイトを知ることができますし、OBS スタジオに表示させる設定方法も確認できます。今以上に配信のクオリティを上げたいと考えているのであれば、最後までチェックしてみてください。ちなみにコメント欄でも質問を受け付けていますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。またメール講座でゲーム動画を投稿して稼ぐための情報も発信しているので、説明欄の各情報もチェックしてみてください。まず最初にご紹介するのはブースというサイトです。このブースでは様々な創作物が販売されており、実際に配信用の待機画面を検索してみると、無料で配布されているものや有料で購入できるものが存在しています。説明欄にブースのリンクを記載しているので確認してほしいのですが、実際に検索窓に待機画面と入力して検索すると、いろいろな待機画面を確認できるので、好みのものがあればクリックしてプレビューを確認してみてください。ちなみに待機画面を作成した人によって利用できる範囲が説明欄に記載されていることが多くなっています。YouTube などの配信で使用する場合は商用利用ができるのか、クレジット表記は必要なのか、しっかりと確認してから利用するようにしてください。今回は試しに無料で配布されていたこちらの待機画面の動画をダウンロードして OBS スタジオで設定するまでのやり方を解説しますが、まずは実際に使用したい待機画面の無料ダウンロードをクリックしてください。ただダウンロードするには Pixiv ID でログインする必要があるので、すでにアカウントを持っている人は Pixiv ID でログインをクリックしてログインしてください。まだアカウント登録していない人は Pixiv ID を作ってログインをクリックして画面の指示に従ってログインしてください。ログインできたらもう一度配布画面に戻って無料ダウンロードをクリックしましょう。ブラウザで Chrome を使用している場合は画面左下に動画がダウンロードされるので、自分が管理がしやすい場所にドラッグ&ドロップしてください。もしも他のブラウザを使用していてどこにダウンロードされたのかわからない場合は、エクスプローラーの PC をクリックしてダウンロードをクリックすると、先ほどダウンロードした動画があるので管理がしやすい場所にドラッグ&ドロップしてください。次に OBS 側の設定を行っていきますが、配信待機画面専用のシーンを作成したいので、シーンのプラスをクリックしてください。次にシーン追加という画面が表示されますが、配信待機画面と入力して OK をクリックしましょう。すると配信待機画面専用のシーンを作成できるので、先ほどダウンロードした動画をソースに設定していきます。ソースの欄のプラスをクリックしてメディアソースをクリックしてください。次にソースを作成選択と表示されますが、分かりやすい名前をつけたら OK をクリックしてください。今回は初期設定のまま解説していきます。次にプロパティの画面が表示されますが、ローカルファイルの参照をクリックしてください。次に PC 内に保存しているファイルを選択する画面が表示されるので、先ほどダウンロードした動画を探し出してクリックしてください。動画を選択できたら元の画面に戻りますが、次はループ繰り返しにチェックを入れてください。できたら OK をクリックしましょう。すると OBS の画面に待機画面が表示されます。もしも待機画面の動画に音声が入っていた場合は、音声ミキサーの欄にあるメディアソースのスピーカーマークをクリックしてミュートにすると映像のみ使用することができます。 BGM の入れ方は待機画面の動画を入れた時と同じようにメディアソースを使用して BGM を選択してあげれば自分の好きな曲を入れられるので覚えておいてください。次にご紹介するのがスコラボというサイトです。スコラボは4000個以上の配信素材を無料で提供しているサイトとなっており、その配信素材の一つとして多種多様な待機画面を利用できるようになっています。ただ利用するときは Twitter でのログインが必要になっているので、 Twitter アカウントを持っていない人はアカウント作成を行ってから利用するようにしてください。あと先ほどのブースとは違って、素材をダウンロードして使用するのではなく、スコラボ上の画面で調整を行い、その画面を OBS に共有する形になっているので、これから実際のやり方を解説します。まずは説明欄にスコラボのリンクを記載しているので、実際にクリックしてこのような画面を開いてみてください。実際に開くことができたら今すぐ始めるをクリックしましょう。するとこのような画面が表示されるので、利用規約とプライバシーポリシーを確認してください。問題ないのであれば Twitter でログインをクリックし、画面の指示に従ってログインを行いましょう。Twitter でログインできるとこのような画面が表示されますが、
中央の黒い画面はプレビュー画面となっており、現在は何も素材を追加していないので真っ暗な画面となっています。ここから素材を追加するには画面左上にあるプラスをクリックして画像・動画をクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、検索窓に待機と入力して検索してください。するとさまざまな待機画面の素材が表示されるので、気になるものをクリックして確認してみてください。実際に動きを確認して問題ないのであれば、シーンに追加するをクリックしましょう。すると画面右下に追加されたという確認画面が表示されます。実際に追加された画面を確認したいので、画面左上の編集画面へ戻るをクリックしてください。実際に編集画面を確認してみると、このように待機画面が表示されています。これで問題ないのであれば、この画面を OBS に共有していきますが、画面下にある配信ソフトと接続するをクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、コピーをクリックして表示されているリンクをコピーしましょう。次に OBS で設定を行っていきますが、ソースの欄にあるプラスをクリックしてブラウザをクリックしてください。するとソースを作成選択と表示されますが、分かりやすい名前をつけたら OK をクリックしてください。今回は初期設定のまま解説していきます。次にプロパティの画面が表示されますが、 URL の項目に先ほどコピーしたリンクのアドレスを貼り付けてください。あと幅を1920、高さを1080に設定したら OK をクリックしてください。すると OBS にスコラボで設定した待機画面が表示されます。ちなみにスコラボでは待機画面以外の素材も使用できるので、興味がある人はこちらもチェックしてみてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで OBS の各種設定方法や録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそ分かる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。